2022年にとにかくたくさんの方がやってくれて効果が出た腹筋メニューを全部紹介します。大きく分けてメニューは5つです。1種目5回から20秒好きなメニューだけ説明欄の時間を選んで毎日やってもいいですし、全部やったらすごい効果があるメニューになってますんで一緒にやってみましょう。1種目目はあぐら足腹筋です。できれば息を吐いた方がいいので数を一緒に数えてください。5回です。寝た状態から足を組みましょう。足首と膝を持って息吐きながら1っていう感じでいきましょう。あと1引き寄せながら2 3 4 5、反対足です。1 2 3 4 5、はい、 OK です。今度は手で爪の方を持ちましょう。反対の手は頭、このまま手で少し引き寄せながら後ろを向いたらまっすぐ向きます。5回。1 2 3 4 5、はい、反対も同じです。足を持ったら手は頭、いきましょう。1 2 3 4 5、 OK です。次はうつ伏せです。肘を肩幅にしましょう。足も肩幅です。膝をついたままで腰をキュッと丸めた状態、これで手の位置を少し前に出して負荷を変えてください。20秒いきましょう。息止めないように、スタート。手の位置は少し前の方がよく効きます。お尻をしっかり締めていきましょう。息止めないように頑張って、オッケー、よくできました。で今度は今の分で膝を浮かしてちょっと揺れます。もし腰痛い人は無理しないでください。飛ばして次のメニューやってください。できる人はいきましょう。スタート。少しだけ体を上下に動かします。力が入ってる腹筋が引き伸ばされて鍛えられます。OK です。よくできました。次は上を向いて寝ましょう。膝を曲げて足をちょっと開きましょう。このまま起き上がった状態でくるぶしを触る感じで左右に揺れてください。行きましょう。スタート。今度はウエストを使っていきます。OK、 よくできました。次は寝た状態で膝を曲げましょう。足は閉じておきます。体を起こして手を伸ばして手を振ります。息止めないようにいきましょう。あと少しで終わります。スタート。息をふーっと長く吐いて手を振りながらね、1回ずつ腹筋が鍛えられてますからね。20秒でもね、40、50回分の腹筋効果があります。 OK、 よくできました。今度は寝た状態で足を開きましょう。足を少し持ち上げて体を起こして手は万歳、これで20秒キープです。頑張っていきましょう。いきます。スタート。これでキープです。首つかれる人しっかり下向いて、効く。オッケー、よくできました。
あと1種目で終わりです。最後は足をカエル足にして手を前に伸ばして体を起こしてここで手を振りましょう。これで終わりです。いきましょう。スタート。オッケー。よくできました。この動画の腹筋メニューやっとけばとりあえずお腹は 100% 引き締まります。難しかったメニューもあると思いますがやっていけばできてきます。続けて頑張っている人は毎日コメントをください。やってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。